山博のピカイチラジオさあまたまた金曜日の夜がやってまいりました皆さんこんばんは山博ですこんばんは吉本新喜劇のすっちですこんばんはアナウンサーの古川恵子ですええー、もう今年最後のこれ放送いうことになります早いですね<ー>いもうずっと言ってますけどね <laughs> <laughs> 本当に平均年齢が高いから早いんですよ 2019年が終わります。終わりますね。服<ー>、うん、はこれさ別に示したわけじゃないのに色味がみんな同じ。<laughs> ね、グレーですね。グレーの服ですね。グレーですね。グレー一色ですよ俺本当ですね三人揃って。はあ。 ななんんかかかあるですねグレー気分と僕基本グレー多いんでそうやったっけそうですよあんたもうちびやねんからそんなガチャガチャした色着るなと誰に言グレー白紺黒それやっつって奥さんですよ奥さんが言うのそういうことガチャガチャすなっつってガチャガチャとか変な色着るなっつってまああのクリスマスが終わりましてはい ケーキ食べました。食べました。あ,あ、そう、まあ、家族みんなで食べるのか。そうですね。まだ。食べてない。食べてないね。そうですか。プリンや食べたの。プリン。関係あれ <laughs>。ケーキ食べてない。朝の番組でもスタッフ買ってきてくれて、そうなんか。 果物のったの食べてうん、うん、夜は家でチョコレートのケーキ食べました。そうですかいのねいやー今年はもうイブーはもう朝5時まで稽古でしたから <laughs> で次の日はスペシャルの収録してお正月スペシャルね新喜劇のやってですから。 いやほんまに何にもクリスマスを感じてないですね。ね私もそうですよ。あの二十五日がユーミルテレビのスマタンに生出演やったんで、早いわ。前の晩イブの夜にね、はい、ホテルに一人泊まって、はい、で二時半二時四十五分に目覚ましセットするから<ー>もう九時半ぐらいに寝なっかんねうわー。<laughs> 何してんねん。まあ、仕事ですから、ね、まあ、でも、ほんまに、その、みんながファーっとなってる時。でも、やっぱり、皆さん、働いてる方、たくさんいらっしゃいますからね。そう、そうん、そう。フワーっとなってるんですかね。昔ほど、ファーっとなってなくないですか。まあ、バブルの頃よりは。ね、それね、だって、あんま聞かないでしょ昔って、その。クリスマスは。どこどこのホテルを、うん。を取ってとか。だな、そういうのを。えー、レストランとか、ホテルとかさ。うんはい、はい。もう満室満席。 やったよね。予約しないともう当日行ってもみたいな。どっちがいいやろね。まああの正直僕はそのクリスマスってそのカップルのもんではなくて家族のもんの方がいいやろうなと思ったんで最近はそっちになりつつあるんちゃいます。ねお家でとかね落ち着いた感じのね。そうですまあまあいろんな過ごし方をされた方がいると思いますけど今日はこれ嬉しいね。はい。 ランちゃんがスタジオに来たらねサンタさんがいましたねいやうしいクリスマスプレゼント置いてね3人にサンタさんの絵の描いた袋に入ってたんでそうです届いてもらいましたそうなんですけどまたこの中身が渋い渋いもうねアラフィフにぴったりこれ何「メグリズム」っていうのはい蒸気で潤いマスクはい 喉鼻に暖か蒸気。はい。こういうの嬉しいですね。これあの名のやつがね前からありましたよね。明確アイマスクの暖かくなるのの本当の鼻のどバージョン。うんうん。いいですね。ねやっぱ今ほらあれインフルエンザまたすごいんでしょ。すごいみたいですね。痛いですよ。この間聞いたあのね。 えウイルスってねつるつるが好きなやつねえどういうことですかつるつるなもんにこう付着しやすいんだってドアノブとかドアノブでしょあとスマホパソコンでエレベーターのボタンそういうオフィスの電話ハゲ頭いやいやこれには付くんやろ付くでしょ僕自分でつるつるってなんで言うたやろって今思ったけど 言わへんな <laughs> 言わへんな思ってたんですよ。<laughs> <laughs> そこで落とすんやろなと思って落とすは僕芸人さんちゃうからそんなこと考えてないですからハゲネタはもちゃんともう極めてはる人やからハゲネタで言ってるんじゃってこれランちゃんがクリスマスプレゼントこって見たらこのほらやっぱり言っても乾燥しがちな就寝時などにって書いてるやんかやっぱりこういうのでみんな予防とかすんのやろなと思ってほんでそのインフルエンザのことをこの間友達に教えてもらったからツルツルは好きやっていうのがあったから僕は言っただけでね あ、そうそうなんですね。そうなんですよ。だから清潔でくださいってことですよ。手洗いうがい、でやっぱマスク。最近はね、うがいはあんまり奨励されないですよ。あ、そうなんですか？あのお医者さんなんかは、えっとうがいをするぐらいやったら、もう水を飲んでくださいって。うがいでガラ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 ペってやっても、喉のこのちょっと奥のところに付着してたとしたら、それは取れないですよ。 うん、飲む分にはいいんですか飲んだら体の中に入って、うん、それがこう排泄されるでしょう、うん、なんんかかか胃酸とかは割と割強いんですか、ね、<え>じゃあその、うん、何のために今までうがいをしてあ要は肺に入らないってことですか、まあ、言ったらあのこの口と鼻の粘膜で一番増えるんですってだ<ー>、うん、かあらもうそれを出したかったんですけどう,う,うまく出せないぐらいならもう飲み込んでいい野鳥でこう酸とかでやっつけた方が <あ>そういうことなまあ誤解のないように言いますとし,したらダメって言ってるわけじゃないんですよ。<ー>うがいもやった上で、うん、まだ心配だったらあの水をその時にいい液に帰ってきた時にガーッと飲んでください手洗いはもう絶対やりなさいと<ー>これはそのさっきのつるつるやないですけど、はい、手に付着してること多いですから<ー>だから、えー、とまずその菌を取り除くために手洗いは必要。あ<ー>うん そういうことか。ありがたいですね。でもこういうマスクね。嬉しいことにちゃんとね手紙も入ってますね。嬉しいこと書いてんのかな。ええスッチ、お前みたいなもんに毎回パンを用意しとんのに最近食べへんやないか。どうないなとんね。確かに食べでんな。食べるときと食べへんときの波が激しいやないか。書いてそんなく分量、ちっちゃいカードでそんな書けるかそんなもん。 書いてませんか？書いてへんわ <laughs> <laughs> あ、そうですか。ちゃんと俺の言葉書いてるでしょ。俺の書いてます。ねね、ありがとうございます。ね。ありがとうございます。<ー> <laughs> 本当に。うこういう細やかな心遣い嬉しいですね。そう,すねそうですね。 はい。だからあの本当にインフルエンザも心配ですし、乾燥しがちな時期なので、ええこういうマスクってのはいいですね。ね。ありがたいです。ありがとうございます。はい。早速もう使います。使わせていただきます。ありがとうございます。体のことで思い出したんですけど、これも人から聞いた情報なので、まあこんな情報もあるというふうに聞いてもらったらそれでいいんですけれども、あの、まあ。 よくいろんな病気とか、はい、病気ってほら病に気持ちの気って書くじゃないですか。うん、もう君は気持ちの持ち親だのこのって、よく言われたものじゃ親にもね。はい、病は気から。うん、気からって、あの気ですか。そうです。気持ちの気ですよね。え、はい、気の持ち親っていう。穴、はい、そう、その字が病気って出てるっていうのは。嘘ではないんかなと思うようなことを、ちょっと小耳に挟ん、ですけども。はあ、あの脳で。 それをコントロールするつまりあこういう状況になったら自分は、えー、例えば花粉症だとしたら、はい、あ花粉症になるわなるわと思うと、うん、なりやすくなるう。です、うん、精神論だけではなくって、あのー、実際に予測をすると鼻水がまあ,あのなんていうの予測を求めてる自分がいてね。うん どこかに、うん、それ脳がもう覚えてしまってん。で、それは、あの、言うたら、負の、負の記憶なんです、うん、マイナス思考の。うん、で、そうなると、ちょっとでもそれに似たような感覚、まあ、春先とかになると。うん、あ、ちょっとでも鼻水が出たら、あ、やっぱまた自分は、えー、なるに違うかなっていう。うん、負の報酬って言ったら、うんうん、報酬。正の報酬と負の報酬っていうのがあって。うん あのマイナスの報酬っていうのがインプットされて記憶として定着さ,れてさせてしまう、うん、で花粉の情報が入るそうするとそれが、えー、また再現されてしまう再現っていうのはまた再び現れてきたっていう意味での再現なんですけど、うん、そうすると記憶が脳に定着してしまうんです、うん、だから花粉症になると一回発症したと思ったら改善しない人が多い。体が、まあ、脳から その記憶で反応してしまうってことですよねあの梅干し見ただけで、はい、唾出てくるのもそういうことですよね情景反射でもあるんですけどね,よねだから気持ちで、うん、あって前の酸っぱいの思い出して、はい、出てくるわけですもんねそうですそうですそれも記憶ですよね、うん、そうですよね、うん、あだからあ風邪引いたやばいしんどいなって思うと、うん ダメやって、ね。だなんですよ。うん、で余計にそうなりやすくなるって。うん、で、その上で、まあこんなん言ったら西洋医学の先生なんかは。うん、ちゃんとそのなうに治療せなあかんって言うかもしれんけれども。はい、あのだから、一つの情報として聞いてもらいたいんですけど。うん、脳がどれだけ活性状態にあるかっていうことが大事な、うん、ちゃんと脳として機能してるか、してないかによって。はい その安定してるか安定してないかとその状態によって不快な症状がまた再現出てくるかどうかっていうのがなくなったりもするんですよ、うん。まだど,どうしたら一番いいんですかね。えっとまず落ち着くことです。<laughs> 落ち着け落ち着けねえ,えっと。 花粉症かなって思う自分をなくすことですな <laughs> くすことです今までじーっと聞いてたお客さんが今何人か帰ったと思いますよいや帰らんててくださいまだ帰らんててくださいなん <laughs> やそれ落ち着くことって帰ろうっていやだから非常に難しいんですよ <laughs> あーでもなんやろうなんとなくわかるような気はします疲れてる時ってもう脳が働かへん時とかはいやや 気合いで風邪ひかへんって言うけど、うん、そういうことですよね。んか NHK でや,やってましたけど腰痛もほんまに何か悪いわけじゃなくて、うん、ほぼ何割かは気持ちやっていうのなんか、うんはい、やってたらしいですね。わ<ー>かりますそれも脳の異常伝達と僕よく言われれますそれが正常に伝達されてるとその痛みっていうのは消えていく。うん、だからその 正常に伝達させるための体のケアを常にやりなさいっていうあの舞台前にちょっとしんどいな、うん、やばいかなっていう時あるんですね、はい、たまに、はい、でも舞台始まったらもうそれどころじゃないじゃないですかですよねで集中してバッと終わって、うん、舞台後にドーンとしんどくなるんかなと思ったら、うん、あれちょっと楽なってるみたいなんはあります、えー、あるでしょうのも えー、気持ちの問題気持ちですよね強く持つだからもうしんどちょっと横なろうってなると、うん、起きた時にさらにっていうのは ありますもんねちょっと家帰ってあれ喉痛いなイガイガするなって、うん、これってなんか風邪の引き始めとちゃうかなって思うとかつて自分がそこから風邪を引いたこと脳は覚えてるので負の報酬が働くっていう風に言われたんです用心もせなあかんけど、うん、気持ち的には治るなるぐらいの感じの方がいいんですかね。あったかくしてそ<う>ちゃんとお薬飲んだり悩ませて、はい、で治るなるぐらいの。 そうですだから皮膚とか粘膜がこうやって乾燥してる時はランちゃんがくれたやつをつけてね普段以上に休息を取る方がこれが一番なんですだから落ち着くのはそういうこと広い意味でうとだって花粉症ってよくお医者さんに言ったらそのコップにこうたまってきたのがこぼれた時に花粉症になるっていうけど。 えっと、花粉が体内のどこにたまるんですかって話なんですよそう言われたそうか、うん、蓄積するどこにやねんって大体おしっことか流れていくはずで出てしまうんですよ、うんうんはい なのにそのコップが体の中にあってコップから溢れた時に花粉症ですよってそんな変な理屈はないでっていうことでもあってでこれは科学的に教えてもらったんですけど皮膚っていうのは通常弱酸性なんですよねでこれが交感神経がこう過剰な状態興奮した状態体がカッカカッカしてると血流がこう変化する。 あるいは細胞の,その伝達の,その経路が変化することで弱酸性がアルカリになってしまうそうなんです皮膚が皮膚が、はい、そうするとこの皮膚の皮膚ってこれバリアがあるんで、はい、体内に変なものが入らんように弱酸性なってます、はい、アルカリ性になると皮膚のバリアが弱くなって外部からその花粉であったり PM なんとかとか入りやすくなる<ー>だからこの皮膚のすぐ下に皮下静脈っていうのが流れてるわけですよ、はい このうに入ってしまだから体をそういうアルカリにせんと弱酸性のまま保った状態にしなきゃいけないということらしいんです。うことらしいんです。だからこのランちゃんのくれたやつっていうのはこれ毎日のようにこれケアしてたらあの変なもんは入ってこないはずなんです。<ー> 潤いを保っておけばそうですね休息してね。落ち着くこと落ち着いて行動落ち着いて行きやーいうことですねユリアンですね本当ね絶対それが正しいかどうかわかんないんですけどでもその話聞いてから病気ってほんまや病気持ちの病とかって書くなとえだから昔の人はどうしてたんかなとかって思ったりもするんですけどね うん、あんまりだからん無茶しすぎたらあかん落ち着いて休息取って、ねはい、特にこれ平均年齢いくつですか今 <laughs> もう計算するのもね <laughs> 計算あれですけどね、はい、3人の中で言うたらね、はい、特に落ち着かなかったち着こうえー 社交クラブみたいなことがあったらもうカッカカッカ多分そりゃねもうそれアルカリ性ですよねでもそんな時って風邪そういう時はねそういう時わって別なパワーが出んのかそうそうでしょうねだそれもやっぱキーですもんねそれもキーやね跳ね返してんのやね返してるわ充実してんねやろな社交クラブの会員さんたちはそりゃもう本当にツヤツヤですせほんまや 見ななあかんなか <laughs> さあそんな感じで、はい、年末、まあ、今年最後の「ピカイチラジオ」ですけども、はい、まあそういう話も来てるのかどうか分かんないですけどね。 各コーナー今日もございます怒りの投稿街中モンスターハンターでは皆さんが街中で目撃して腹立たしいモンスターの報告をお待ちしておりますそして山本社交クラブでございますはい。皆さんのドロッとした恋の話クリスマスもねクリスマス年末年始、ね、そんなドラマがあったでしょうねいろんな出し<ー>、えー、あるでしょうね忘年会の後勢いでね <laughs> ぐちゃぐちゃよ。世間の方が見たらとんで。あの人どうなったんやろう。あの妹の旦那とって言ってだしたああお家にね。あの離婚して家帰って。ああ心配だやめとけ言ったけど看護師さんでしたからね妹。家出ていくべきかみたいなね。ずるずる言ってんじゃんか。年末年始家いる時間長いですよ。ね。 皆さんの恋の話教えてください、はいはい、そして「ピカイチ価値観調査これどやねん」では皆さんが「これどやねん」と思うことをお寄せください私たち3人はどう思うかお答えいたしますメッセージをご紹介した方には薄い頭と薄い生地でできた山広バッグをプレゼントしています山本社交クラブでドロッとしたメッセージをご紹介した方には山広さんの直筆応援メッセージリクオカードをプレゼントしますなんて書いたんですか<え>その人には。 なんか書きました。その人にはまだ書いてないよね。う,うん、だいたい二三週遅れて僕書くんですけどね。はい、まだ書いてません。何て書こう。何箇書きます、うん。それより続報欲しい。<laughs> どうなったか教えて、うんねはい、送ってこられると何かと困るという方は自体希望と書いておいていただければお送りしませんのでご安心ください。はい、メッセージの宛先はメールの方は山アットマーク MBS 一一七九ドットコム yama.mbs1179.com ファックスは大阪066809-9090大阪066809-9090です番組の公式ツイッターアットマ1179公式フェイスブックも見てみてください皆さんのメッセージお待ちしております 怒りの投稿街中モンスターハンンタターモンスターモスペアレントにモンスターペーシェントさらにはモンスターおばちゃんまで現代の世の中にはさまざまなモンスターが出没していますそこで皆さんが街中で目撃した腹立たしい行動をとるモンスターたちを報告していただきますドヤサーさんの見つけたモンスターです。はい 人事異動の度に部署の30人ぐらいで芸会があります座る位置は主賓と管理職が上座という以外は自由なのですが、うん、職場のおばさん5人組は会場に一番乗りし「まるさんここ席取っといたでここはまるさんの席やからあかん」と。 仲良し組で席を固めることに必死ですおばさんたちはいつも同じメンバーで固まり古株しか知らないような昔話悪口噂話で盛り上がっています五人とも仲間といるときは威張っていますが一人では参加できない小心者ばかりですおばさんたちが上司の送別会で送る言葉と花束贈呈をボイコットして他の人に押し付けお客さん気分で飲み食いだけして帰ったときには もう来るなと思いました。ええ<ー>。<ー>力持ってんのかな、その五人組。五人組。はい。かな、な、そうい <laughs> あれちゃん。あの。だから、そういう宴会とかで、誰か、なんとかさんと、なんとかさん。絶対に、同じテーブルにすると。なんか、バレる秘密かなんか。がうんちゃん。<laughs> なるほど。散らすと。そう。散らすために。<ー>なんか。あでも。 意図的にガッと集まってるでしょ必ず固まって自,自分たちはね他ではここ座りあそこ座りってこう差配してるんでしょよそのことをかんな自由席やのに <laughs> もう一回なんかもう全部くじ引きとかねやってみたら怒、うん、<こ>いクレームフルや反発するのかなあかんっていうから。 この五人組が会自体をボイコットしたらいいのにね、それで。そうですね、来るのは来るんですね。来るのは来るんや。まあ、でも飲み会の席大事ですしね。まあ、でも固まっていてくれるのはもう固まって。他かは他で盛り上がったらどうですか。うん、そうやな。そうかね、あの一人ずつは小心者って書いてたから、固まらんことには盛り上がれない。そうなんですよね。一緒に引っついていたんで、いいんですね。ほな、もう。引っつかしといたら。 ツアーのね全国ツアーとかの打ち上げというかねお食事会の時にやっぱり若手はね居心地ええから、ね、では盛り上がるんですけど、うん、やっぱ見ててねもうちょっとこういういろんな人と交流を持てばええのになっつってんそんな固まってっつって,言,ったって言いました<お>、うん、ほんなら嫌な、うん、な空気になりました <laughs>、うん、難しいとかやねそこ。うんうん まあそういう経験あんねんけどね。うん、いやせっかくやから。せねえせね、うん、でもなんか強制的なような感じにも受け取られるやんか。そうなよね。怒られと思って言ってんだけどね、うん。そういうことをいっぱい言うと多分そういう席が楽しくないな奥だなって思われるんだろうなと思いながらも、うん、でもせっかくやのにと思って言うと、うんうん、なんとなく嫌な空気になって。<ー>うん、そっからかなあのご飯。 決まってない人って言うて、シーンってなるようになったのは。そうなもうちょっと行ったのか。来てください。バーに。なんや君だ、言うて。なんや君だって、あんた誰や。関係あらへんがないわ。関係あらへうん。でも気持ちはめっちゃわかるな。ね。うん。こっちは良かれと思うんだよ。そうそう。でも、僕ね、来年はもっともっと言うていこう思ってますね。ほんまに。もう、言うていかんとあかん。そういうのも。 ね嫌われんのも座長の仕事やなっていうかね。すごいどっかでもうほんまに嫌なったらどうしよう <laughs> <laughs> 誰も喋ってくれへん言うて。 座るところは9時っていう感じにしたの9時ね箱の中に入れといてそれを取った人がそこに座っていくっていう、うん、そこで自分の席の近く引いたやつが「うわー!」言うてんの見たら僕もう耐えられへんわ <laughs> そんな言うんそんなあからさまにその人の「うわーこれその横や!」もう思わず出てしもたら「え<ー>ショックやわそれは、うん、松浦さんの横!」とか <laughs>、まあ、松浦はありそうですけどね <laughs> あるんかい、ねうん、松浦はありそうや風呂入らへんから。 難しいねえ2泊3日なら1泊は自由やけど1泊は総称かねそういう風にね日頃から小さいグループでもいいから若手と行く機会を増やしたらまあちょこちょこは行ってるんですよ行ってるんですけどやっぱそういう場になった時にはやっぱりギャッと集まりがちというかねどの世界もあるんやなやっぱりな。 私もこのおばさん五人組って言われる方の側ですからね、もう今やね。僕は名付けさせてもらいましたけども、<laughs> 松井愛ちゃんと向川さんと三人はキングギドラって僕言われますからね。M. B. S. の。人知ら三人が喋ってた、ら誰も近づいてこないですからね。<laughs> そんなことないやろ。<laughs> いやいや、まあ、そうしといてくれた方がこっちも喋りやすい。怖い、も怖い、もう。<laughs> ね、うん、なので、あのちっとしておいてあげた方がいい。それはそれで、まあね。まあ、ねなんか散らばって揉めるよりはもう固めといた方がいいんじゃないでしょうか。うんうんうん、はい。小田切じゃあさんが見つけたモンスターです。うん、<laughs> 病院の駐車場の誘導係をしています。はい、病院の敷地内はすべて禁煙となっています。うん 1>, 1人の若い男性が車の中で窓を開けて喫煙しているのを見つけたので「申し訳ありません敷地内は禁煙となっておりますご協力ください」と言いますとここ車の中屋で。 なんでタバコ吸ったらあかんねん、協力できるかと言われました。<ら>車の中でも敷地内ですから、ご協力くださいと言い返すと。じゃがわしいと言われました。はあ、本当にムカつきますよね。これは間違いなくモンスターです。モンスターやね。病院ですから。うん、ね。うん、だってこの方は仕事やから言ってるんでね。ね、はい、もう言ったら。はい。言わ言わへんかったらまたそれはそれでね。ね。なんか言われるやろうし。はい。 きっちりと仕事をットされてるわけですからね,ね、うん、気の毒やな、ね、こういうやつはまあまあ百人おったら2三人はおるなって思わんとしゃあないな、うん、おるでしょ無茶を言う人って多分今までそれが通ってきたそうそうでしょうねタバコね今ね、うん、吸える場所もほんま少なくなってますからね、うん、イライラしてはるんでしょうけど、うん でもそれとこれとはねルールやからね要因ですか要因やもんね,ね辛いな気の毒やな思うわ、ね。言わなあかん立場の人は大変ですよね言っていきましょう、うんうん、はい。うん、これからは言っていくバンバン言いましょう、ねはい、レア側のピンクトントンさんが見つけたモンスターです 焼きき鳥を家族4人で食べに行きました注,目注文したものはなかなか来ないのに、うん、揚げ出し豆腐を持ってきて「これ注文がダブったので食べてくれませんか?」と言いました <laughs> 何それ妻が冗談で「ただやったら」と言うと、うん、逆切れして「なんでですか?」と怒られまうの余ってたらもらうと私は言いましたが冷えていて「せめて温めて」と言うと「 じゃあ、いいですと言われました。全然。わけがわかりません。最近の若い子は困難なんですか。腹立つです。当然ただでしょ。そんなの。すごいな。冷めた。こわ、どこそれ。ていうか、そいつ、何。すごいな。逆切れの、逆切れするぞ。こっちが、それやったら。 なんでこんな目に合わなあかんのっていう話ですねびっくりしたえ、こんなそれ、あありがとうって食べてたらえ、お会計の時それついてるってことでしょう言ってるってことです怖<ー>そうやね確認しないもんねそういう時ってあ、そうありがとう当然ただやと思いますよね怖 <laughs> そいつは余ったやつもう食べろ買い,買い取れってことでしょ、はい、そうよ冷えたやつ冷えたやつ 福屋さんやったら普通にお会計の時あとこれちょっと全然売れないんですよなのでこれも買ってくださいってことでしょそうよ押し売りやむちゃくちゃやんこんなもんもう揚げ出し豆腐栽培やろうやもんそれやったらせめてねうちのおすすめでこれ今あの今月旬のあれで作ってるんですどうですかっていう売り込みやったらいいんですよプレゼンやからね 余ったんでダブったんでダったん多分二つ作ってしまったんで食べてもらえませんか食べてもられませんかったら普通ただただやん、うん、どう考えてもただや百パーセントただやこんな、はい、すごいなどこやろそれおまじみたいな公表した方がいいかもしれんぐらい<ー>それより焼き鳥いつも持ってくんねお前焼き鳥食べに来とんねんとね 行こうやこの店な <laughs> 行ってこわこんな子らがめっちゃ増えてきたらどうなんねやろう <laughs> 行ってその時を的揚げ出し豆腐余ったやつ持ってくる時を手草に引いて、うんうん、これも怒る人がおらんと結局変わっていかないんですよホンな分からへん分かってへんねん分かっていわゆる常識っていうのをうん 恐ろしいでもあれやな店主じゃないもんね若い子やからアルバイトかなんかちゃうのなそいつ個人の判断でやったんかな普通言わへんでしょう。店長呼んでこいよそれどういうことですかしかも逆切れ逆切れ。じゃあいいですなんで怒られんな恐ろしいこんな経験はないねないですね なんか呆れびっくりしますよね。はアってなりますね。逆で言ってんのかなと思うね。いやほんま言ってかなあかんね。そうですね。言っていきましょう。言ことは言っていこう。言っていきましょう。2020年言っていきましょう。言っていこう。まあ今までも言ってきたけど。さらに言っていきましょう。さらに言っていきます。え皆さんもねあの言っていきましょう。そうですね。怒りのとこ街中モンスターハンターでございました。 怒りを収めたところで今日の一曲なんですけどね、まあ、2019年の、えー、最後の放送ということで,、はいではい、僕はあの今年1年で「誰か一人挙げてください」って言われたら間違いなくこの人で、えー、中村哲さん、はいえー、この12月の4日にアフガニスタンで、えー、銃撃に倒れて命を落とされた、うん、この中村さんを僕は挙げて。 たいたと思うんですね、うん、もうずっと長年にわたって最初はあのお医者様として、うんえー、パキスタンのペシャワールっていう町に、えー、派遣されて赴任するんですよ。うん、で実情を見て「水がきれいやったら、えー、それこそ病気も治る」うん、まず最初は水ということで、うん、医師としての活動をする方たわら漢事業をずっとやって。うん 何十キロにもも及ぶ水路も完成させたりしてで、まあ、そのうちパキスタンではちょっとその当時の政府から圧力を受けたんで、えー、隣の国のアフガニスタンで同じような活動を、えー、ずっと続けていたでただ作るだけじゃなくって自分らの手で水路を作るにはどうしたらいいかってそのノウハウを毎日教えて、えー、実現させてきてた方なんですよね。 その方が、えー、標的となって、えー、命を落としてしまうとこれは僕もっと「いや本人はそんなもんはいりませんよ」っておっしゃるかもしれないですけれどそれこそ日本の英雄でね、うん、国民栄誉賞みたいなものはね、うんえー、あのいやもうそれに値するっていうかもっとそれよりも価値のある生き方をされた方やなっていうふうに思ってまして<ー>、えー、本当に残念な方。 をもう日本の宝を失ったような気持ちに今月はなりましたけれども、えー、っとその中村さんをしのんで今日の一曲は京都の,あのシンガーソングライターの豊田雄三さんが10年前に丸山音楽堂で「60歳6時間60曲」っていうフリーコンサートをやったその DVD のライブ版があってその中で「花の都ペシャワール」っていう、えー、中村哲さんはペシャワールの会の現地の代表でもやったわけですけれども。 えー、その町の、えー、様を歌った、えー、曲があります、えー、それを今日は聞いてください山本社交クラブさあ行き、はい、ましょうか いつまでも卓球命んからまたました。あ、来たの、来た。あのお部屋のね、両側の。両側に巨乳うちさんと。が好きだったけど、うん、反対側の部屋の。荒垣結衣さんにの結衣ちゃんからも。好きと言われた。うん、モ,テモテモテの。最高のマンション。マンションが最高か。<laughs> たまたまね。ね。き、続報が来ました。 先週の放送でユイさんとそうなる前に巨乳さんとのことをちゃんとしておく方がいいとスッチーさんに言われ目が覚めましたこのままユイさんと仲良くなっても自分の中で巨乳さんへの後悔が残るのは嫌だと思い、うん、帰ってきたら話したいことがあるとクリスマスイブの前日に巨乳さんにメールしましまたすぐ返信があって「ヤッホーお久しぶりまたキスしたくなったん」と。 悩んでいる僕と正反対の陽気な内容に何かほっとした気分になりました、うん、電車代がもったいないので正月はこちらには戻らず実家に直接帰るらしいです、うん、ということはお正月明けまで巨乳さんとは会えないそうでユイ、ねね、さんとクリスマスイブに会った時に巨乳さんのことを素直に話しました、うん、すると知ってたよ隣の部屋だから2人の話し声も聞こえてたしうわ と言われ、私は彼女よりもっと好きだからいいよと迫られ、一緒にお風呂に入りました。<う><え>でも巨乳さんとのことをちゃんとしてからでないと僕の気が済まないと、それ以上は断りました。あ、そう。それはそれで。でもイブの夜、ユイさんと朝まで楽しく過ごすことができました。 そういういここととなくってことですねおうおうすごいな <laughs> 本当に先週の放送ででアドバイスをもらってよかってかたです、うん、先週の放送の次の日に友達に相談したら「<laughs> 最高やないか2人とも行っとけ!」と山宏さんみたいなことを言われ <laughs>、うん、思わず笑ってしまいました明日僕も実家に帰りますのでお正月に気持ちをちゃんと整理して年明けには巨乳さんとゆ衣さんにきちんと話そうと思います。うん 申し訳ないけど風呂入ったやろもういいちゃんとねすごいな風呂入るだけで思わるんですねそれが一番びっくりやけどねアドバイスはしたもののの臨機応変にね行くなら行くでよかったんよそれははいだ風呂入るんやったらもう行くやろうな流れで言うたらそうですねその前風呂に入らんところで止めとかんとね最初かっこよかったやろ文章がはい なかなか男やないかと思ってたら風呂は入ったん風呂は入ったいいやでもこのゆちゃんだからねこのケースはやっぱり2人女性の方が年上なんですよね。でしかも大学における4年生と2年生ぐらいだったらやっぱり全然こう違うじゃないですか。会社に入った25と27ぐらいとまた全然違うんですよ大学生の。 一、ね、学年の差がね、うん、そこが今効いてるんじゃないですか。お姉様方もここであの年下相手にちょちょ待ってはいけないと思っているんじゃないでしょうかね。確かに高一入学した時とか、高三の人ってめっちゃ大人やったんですよね。二、はい、つ違うとね。はい、まあ年齢ももちろんさあるでしょうね。はい、あとやっぱり女の方が一枚上手やな。どうぞ。 う知ってたよっ知ってたよか、うん、知ってて話とかもしてたし知ってたよ、はあ、でも私の方が好きやからって <laughs> そんなもう心をもう揺さぶってるね<ー>すごいわ<ー>どうしてまあでもきっちりはすんねんなしきっちりしてますねはい、はあ、でもこの思ってたユイさんの感じじゃなくなってきましたよね。えー もうちょっとこう、うん、あどけないというか、まあ、真面目というか。すごい真面目なんかな、思ってたら、ね、知ってたよって言うし。風呂、えーはい、は一緒に入る,入るこれはもう、両方でもええような気もしてきたな。そうですね。<な>私もそんな気がしてまいりました。えー、なんか。ね、ま、もう、最後の防波堤が今崩れました。<laughs> なんか、なんかね。むしろ、お姉さま方も、どっかそこもいいと思ってそうな感じが。 しますけどねうんいやもうそんなん言うたらでもな卓球命はまたまた頭混乱するやろだって巨乳さんも就職でしちゃう、うんうん、いずれ必ずこの3人並びの部屋は崩れるじゃないですか。ってな巨乳さんに連絡して話したいことがあるって言ってるんでしょうん、うん、でもお正月はもう帰らんとおるからっていうぐらいやん,ん、ね、まあ言うたら。うんはいはい だこっちが悶々とっていうかもう毎晩悩んでるほどのことはないんや女の方は。<laughs> これはでも結局まあまあ,あの巨乳さんの方もフーッとした感じでしょうけど結衣さんの方も結果なんか最終的にそうなったあとすぐ「じゃね」っていう感じになりそう。うんまあ、いわゆるあのピュアなあれじゃないね恋愛ではないね。 今日はそう思いましたね。僕も。うん、お友達に近いですね。うん、最高やないか 2>,、うん、2人とも言っとけという、えー、え。でも友達だったら、はい、そう言ってると思います。僕も <laughs> 言っとけとえー。あのこれ放送だから <laughs> <laughs> なかなかやっぱ若いしね。<laughs> まあねで、あと、あとなんかややこしいことになってもあかんなと思うけど、うん、こんなん例えば学食とかで食べながら <laughs> その話聞いたら。うんえっ 最高やそれって <laughs>、うん、同じリアクションしてると思う。んで,す、ね、でそのなんか傷つく人そんなにいてなさそう。<laughs> うん、今回ね。うん、この場合ね。全員がなんかだからこの子が一番真面目で、うん、もう両サイドのお姉さん方はふわっとしてるというか。そう思うよね。まあ、うん、だからまあ。 <laughs> あのる雪に任せたらゆいさんの方がもうちょっとグイッとくるかもしれないけどそう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 グイッと来たはったらもうそのままファッて、ね、そうだねあの時に話あるって言ったのに正月帰ってけへんかった巨乳さんが悪いやつそれに巨,巨乳さんはそんなことで何にも言わへんと思うしグイッと行った後にその後また巨乳さんとうっと鳴っても。うん 結果知ってたよとそういう人やってるのはちょっと分かったからねしばらくしたらもう「じゃね」っつって「卒業」っていい体験してるん違うか人生れ。すごく。そうでその後両サイド汚い男二人住み出すマジかっていうやつで自分も引っ越すそう いいじゃないですかまあなかなかいやいや真面目に考えてるのはとてもいいことですけどねその気持ちはいいですけどどうやらその相手はそこまでお姉さんもまたはもうちょっと余裕はありますよそうですかまあまああの男二人のみならず古川恵子さんまでもそこを支持されたのでそうですねはい

大人です、ね、ヒロチンさんですすねさん7年前の2月私は今のパートの仕事をしながら当時リーマンショックで主人のお給料が激減し借金返済のため高3高2中3の娘たちを育てるためにと意を決してデリヘルで週に 3日働いていてました当時主人は夜に私が働くことにも無関心で主人への愛情やその仕事への罪悪感は特にありませんでしたが好きでもない人にそういう接客をしないといけないことが苦痛でとりあえず死に物狂いで下の子が高校2年生まで頑張ろうと決意しました。 でもそんな世界はお客さんも山宏さんのような酸いも甘いもかみ分けたダンディーな方が常連さんに多くいろんなお話をしても笑顔私はいろんなお話をしてでも笑顔を絶やさずお仕事をしていました。全く未知の世界でもやはり人と人とのつながりでできているのだなとある時から 私との時間を高いお金で買ってくださったお客様を大切にしていこうと思い直したのです、うん、プロやね。気持ち悪い方もいっぱいいてはりましたそして真面目なパパさんたちも多くて本当にびっくりしました <laughs> 吉本の売れてる芸人さんもいてはりましたよ、うん、そんな時今の主人に出会いましたお客さんでした<え>何度も通ってくれました 4年間真摯に向き合ってくれて45歳の私をお嫁さんにしてくれましたたくさんの愛情をもらいました普通嫌ですよね逆の立場なら私は結婚までは考えないです大人になった子供たちにはその話は一切していませんが優しくてママが毎日笑っている日々があるのは今の旦那様のおかげやねと子供たちは言ってくれています。 えじゃあ離婚したのってことですね7年前ですもんねこのことは、はい、このことはねで4年前四年間4年間,4年間はいきっかけはお客さんやったけど4年間っ,ってことで今から3年前に結構再婚するってことですねそうですね<ー>45歳の時に再,再婚そその最初の4年間の間のどっかで離婚されたんだそういうことでしょうね<ー>そうですかー そんなことより吉本の <laughs> 売れてる芸人さんもいてはりましたよ。名前 <laughs> 言うとあきまへんで。<laughs> 名前は書いてないんですか？書いてないです、ね。最初の名前はスーとかそんなちゃぶですか？<laughs> <laughs> いや多分ちゃうと思います。<laughs> 多分ちゃう <laughs> 多分。多分ね、<laughs> いやこれはすごい話ですね。ねうそういう出会いもあり。 まずたくましいですね。それはまあねお金のこと考えたらそういうこともね、まあ、き綺麗ごと言ってられないかったんでしょうね,うねその当時、うん、で次にその再婚された相手を受け止める、はい、んねその、うん、なんか気持ちっていうかね度量っていうか、うんまあ、この方がよほど魅力的でもあったんでしょうね、うんうん、でこの日 ね、この方がやっぱりちゃんとプロというか、うん、自分をそういうふうにこのわずかな時間ですけども高いお金を出してっていうところに、うん、あちゃんとしようという、うん、言うたら、ね、プロじゃないですか、うん、だから本当ちゃんときっちりしてたんだと思いますよ。そそののの態度っってていいうのはうか、ん、は 現れるんじゃないですか。どんな仕事でも。そうです。どの仕事でもそうやと思うんですけど。六点もないやついますからね。言はい。もうかなりこえ今。本当に。気持ちがこうたにね。六でも。本当にも、そういうのはもう言うんです。お店に。あの、どうなってますか。お店に言うんです。かちゃんと言います。そうじゃないと、やっぱり、後々またそういう。嫌な思いする人出てくるから。さっき言ったこと。もうだから、言ってるんです。よ 今までもえこれからは言うてぐいやとか言ってるけど言うてるんや基本言うての人なんやそうやで我々言うてたんかそういう勝負んなよね結局はそういうふうなことは一切言われないタイプの人やったんでしょうお客さんの評判で言うとすごく良かったでしょうねこの本当にいやいや いやまあきっかけはどうであれい、うん、いいと思いますよいだからその今の旦那さんもいろんなことひっくるめてうんっていうとこもあったけどそれでもやっぱりこの人がいいと思われるぐらいそうそな方やったんでしょうねどこでどんな出会いをやるか分かんないですからね<ー>これは,そ,れはその時に出るのは人間性ですから、うん、いやで娘さんたちは一番そういうなんていうのかな親の顔って見るじゃないですか。見 一番わかかるでしょうらねいやほんまでも自分の知らんところでこの娘さんたちもねだからねまあもちろんちんさんは墓場まで持っていく話やねえかねそりゃそうなんですけどいやご立派ですよねまずは。でいい伴侶と巡り合えたうですね。 真面目に生きていれば、必ず、見てくれている人がいると。いると思う。だからといって、あの、ね、こういうお店で、あの、相手を見つけようとか。付き寄ってくれとか。いうのに、どんどん行き過ぎても、ダメですからね。そうじゃないんです。そうじゃない。そうじゃないんですよ。相手にもよりますし。ひろちんさんは、巡り会えたんです。たまたま、巡り会えたんですよ。それを大事にしたんです。基本的には、やっぱり、あの。 お客さんというねお店の人とお客さんという関係ですから。基本的にはやっぱりそこは分かってあの皆さん行ってくださいね。なるほど。男性はいこれを聞いてこん俺も通ったらみたいなことじゃなく、基本はないです。勘違いねされるとこありますと。もう少しでもその弘進さんのその今の方との出会いなんか。 あ、ど聞きたかったけどね。どそうですね。<ー>もしよければ、本当に。うんんいい話ですよ。何度も通ってくれました。四年信州に向き合ってくれました。しか書いてないですけど。はい。年の瀬にいい話をねですよ、ね。はい。聞かせていただきました。はい、えー、こういうあの社交クラブの会員さんもいらっしゃる<ー>というで。また来年も。 濃い話いっぱいお待ちしております <laughs>、はい、山本社交クラブでしたピカイチ価値観調査これどやねよいしょ。神戸市の末端冷え性女さんのどやねんです、はい、本格的に寒くなってきましたね 朝顔洗う時水が冷たくてお湯を使いたくなりますが皆さんは朝顔洗う時は水ですかお湯ですか水で洗う B お湯で洗うはい朝です朝の顔洗う時は水 B お湯せーの B お湯ですかお湯 <laughs> 僕おお風呂以外で基本お湯使わ出たあら、はい、洗い物もへえ<ー>よっぽど油こってこって僕基本料理しないんですけど、はい、たまにその肉を自分ちで焼いてとかするんですけどそういう時は結構油がつくじゃないですか、ね、フライパンとか水ではね,ね水ではもう固まっちゃうので、はい、使いますけどお湯を、うん、それ以外もう顔洗うとか、はい、全部水 冷たいですでももう目覚めるしまあねはいあろてる感アロたみたいなアロたっていうのあるからもう冬はダメ無理ですか無理無理ですへえこうねすぐ出ないじゃないですかお湯すぐ出ないからこう洗面なんていうんですかボールをずっと スポンジでこすりながらお湯になるのをずっと待って。シフやな。<laughs> そうそう。あのざーっと水だけ流すのがどうももったいないから、そ,<う>それでこう洗っといての、うん、あのお湯になったなと思ったら顔洗う、はあ。僕はお湯になる前に歯磨いてます。歯、はあ。はあ、で歯磨き終えた頃にお湯になってな僕余裕が多分ないんですわ。結構パタパタとしてるから、もうもう水でうわーっとこう。 多分それもありますす起きてから出発するまでの時間が、はいまあ最近でこそ結構あのー、やっぱ年取ってから、うん、そのある程度早くに起きるようになったんですけど,どのぐらい前に起きてま,すあの目覚ましなる前にちょっと目覚めたりしますけどやけどやっぱりそのスタートが遅いというか、うん、だらーっとしてもってあもう準備せな、うん、っていうのが普段と変わらないというか。うん だからもうバタバタバタの時にお湯待ってるな。んてそれ待ってられないわ。あ、結構かかるんですよね、うん。でもちっちゃい時からそうですね。お風呂ではまあ、お湯絶対使いますけど。うん、普通に洗面所とかでは、ちっちゃい時はお湯のスイッチ入れたら、お母ちゃんに怒られた。<laughs> <ー>もったいない。<laughs> もったいないって、水だれ、ね、<laughs> って怒られたけど、もう今は怒る人がいないからお湯にして、そういう意識。はい。 いやでもほんまにその感覚はあんまりないです。じゃもう水とそうもう冬でも顔洗うのはその方がシャキッとするけどね。シャメはねシャメそうですけどね。その分お風呂でシャワー浴びる時はもうずっと浴びてる時ある。あの風呂溜めたらええのにっていうぐらい。そう僕いつも言うやん。風呂溜めって溜めるにもなったんですよ。なったいうてたね。でも今日はシャワーだけでとかいう時にずっとこうそれでこう使ってる感を。 いやそんな違うあれでもあるなんかね、えー、いつも東京行った時に泊まるホテルはそれよあバスタブがなくて、うん、天井にこのシャワーの出口があってあ<ー>頭のてっぺんからしばらくこうん。 浴びてくださいと。そうするとお風呂に入ったのと同じ効果があります。そうかいな。って書いてあります。じゃあそれを僕はしています。実践してるまた呼んないわ。やばどボンて使ってな。まあまあね。うん。あ湯に。はい。カーまってね。うん。いやそれを最近なって思うようになってきましたけどね。そう。うんうん。でも顔洗う時はもう水の方が。水ですか。うん。はいや。 あとどっかこう例えば長野に行った時とかこうホテルとかでも水がすごく冷たくて気持ちいいんですよ、うん、気持ちいい気持<ー>ちゃめちゃ冷たいですよね冷たっていう気持ちいいなんかうわいいねと思いますいいやってみるわ<ー>じゃあ今度長野に行った時な <laughs> と北海道とか冷たいですよ、ねな,うん、なんかそれがなんか、うん、そういうとこ来てるなという感じもするし、うん 夏は気持ちいいですけどね <laughs>、うん、アウトド,ドア好きやのにそんな水が <laughs> そこダメなんですそこはちょっともう,<ー>もう慣れっこになってしまってお湯にはぁ、あうん えでもほんん外に出た時どうしたのかそうもうしょうがないから水で洗ってんのかなキャンプの時は、うん、もうチュ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 って洗ったらもう終わりや <laughs> 手のひらにお湯がこう触れる感覚よりも、うん、手のひらに水がこう触れる感覚がすごく好きなんかもしれないです、うん、あずっとそのちっちゃい頃からスイミングスクールとか行ったしそういういのもあったからやでまあ水泳部もやったしなんかこう、うん、水がこう触れる感覚がうん まず一つ気持ちいいというだから朝一はもうそれかもしれへんね、うん、でもそね洗った時はねその後化粧水と乳液はちゃんと塗った方がいいよ水なんかは特に <laughs> そうですねでもあの生き死はもうそんなことやってるあかんそれは突っ張るって <laughs> 楽屋でやりますがなそれはってあかもっぺん楽屋行くまでに乾燥して番組の冒頭言うたやろ乾燥させたあかん <laughs>、えー、来年は1月の10日からのスタートになりますね、はいはい、一週休み 皆さん良いお年を。最後怒られた赤い湯たん。はいどうもお疲れ様でした。まあいくつになってもこのプレゼントもらうと嬉しいことですね。サンタさんランちゃんが売れました。ありがとうございます。にはこれがね。上手で動いまます。 なんかこういういのっていいですちこうなんかなんかもうちょっとしたことはないけどすごく嬉しい口になってもこのフ<ー>レゼンにって感じのね最初誰が考えたんやろなこういうの <laughs> ねえここをキュッと刺してあ <laughs> そこそういうことそう, <laughs> そう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 だってあれもそうやったな子供の頃もらったあのサンタさんのあの お菓子のお菓子の上のところねキューッとなってあのブーツの素材すっきやったわそうそううんんていうんですかあれねちょっと表面フワッとしてそうそうそうなんか吹き付けたみたいなそう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 みたいなね中は硬いねだけどねだからしばらくあれ靴ほんまに足突っ込んで遊んだりなんかしましたねうん いややっぱり結局思い出もクリスマスの思い出もやっぱりそういうちっちゃい時とか家族に何かしてもらった時の方がうん鮮明に覚えてますねやっぱり大事だねそういうことってクリスマスはもう家族家族で家族で過ごしましょうお正月ですね今度はねお正月も基本は家族ですかねそうやねうんそやけどもお宅はら子供ちっちゃいから あの寄ってくるやろ、はい、子供も大きっきなったら <laughs> そんなも正月なんのやえい!ー」ってああそうかもうでも上のお姉ちゃんも来年中学生ですからねはいはいはい、うん、もうねあの勉強している時にたまに僕帰って宿題とかやってる時、うんうん、なんかこう「横で見とったろか」っつったら「うん」って言ってたんですね、うんうん、でこの間も「横で見とったろか」って言ったら「ええわ」 その「ええわ」がすごいぐさっときましたせやなせやな」とか言いながら「ええわ」って「っそうか」てまあ成長の証ですけどねそうなんですよでも親としてはねちょっとむくさくなねかるわ何べもあったわそして今家族ラインでいろいろとたわいもないことはみんな喋りますけど肝心なことは 嫁に1対1のラインでしか言わないから <laughs>、はあ、僕はほぼ知らないです <laughs> うわそれつらいですねであの嫁経由でそれを聞きます <laughs>、はあ、この前もゴルフに行くってあの東京から帰ってきて、はい、学生なんですけど、はい、で3人で行くって高校時代の野球部の仲間と、うん、でも車運転その車がないしほん僕ゴルフその日空いてるから、うん 一人空きがあんねやったら僕行きますけどねって息子に送って「なんで知ってんの?」って「いやお母さんから聞いたからあ分かったほんなら言っとくわ」って「ありがとうございます」って行くことになってたらすぐまた来てその友達が他の野球部のメインメンバーに連絡して「もう一人見つかったからもうええわ」ってうわついこと多いですよ子供が大きくなるとショック受けることがある あ、でもね。うん、そうやって自立して。そうなんです。ね、そうなんです。成長の証です。うん、はい。 自分もそうやってね大きくなってそうなんです自分も大きくて親にそういう思いさせてたんで来られてもねうっとしただけですわ全然楽しないと思うんですよね喋りたいことも喋られへんの友達同士でいつもの雰囲気ができないもんねそうそう僕が間違ってたんですけどそれでは2 0 2 1年また来年もよろしくお願いいたします